マダチです。今日は何のきっかけですか？今日はですね、はい、プラグがオープンして1ヶ月ちょっと、うん、初の試み、プラグクイズ大会、イエーイ。ということでですね、今日は私が、プラグにまつわるクイズ10問ほどまとめてきました。まあ、プラグに対する愛が誰が一番深いのかと、早押しクイズ形式で答えてもらおうかなと。なるほどね。もうプラグで働いてる人ならば知ってても知ってても知っていておかしくはない。うん、これは視聴者さんも楽しめる内容になってる。楽しめます。知ってもらいます。プラグの、ああなるほど、ね、おおみたいな。あープラグの、そう、もう知ってもらおう、いろいろ知っていただけると、はい、うん、ご用意しましたんで、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、ということで第1回プラグクイズ大会、はい、始めていきたいと思うんですけども、皆さん、はい、どうですか、一人ずつ聞いていきましょうか。意気込みを。意気込みいらんやろ。意気込みはいる。いや、いけるやろ。わからん、無理ってことはないやろ。ないです。そうっすね。勝手当たり前ですもん。え、勝手当たり前。優勝します。誰が早く押せるかだけの違いよ。そうです。ちゃんとボタンも買ってきたから、俺、実費で一応こういうやらせてもらいますんで、こういうシステムでね。はい、じゃあ始めていきましょうか。お願いします。うわ、第1問。はい、プラグの名前の由来と意味は。はい、うわー、はい、さっき言ってた。プレイスロットユースギャザーよ。はい、プレイスロットユースギャザー、はい、若者が集う場所という意味で。大正解です。これにするわけないやろ。まあね、そりゃそうっすよ。ちなみにこのプレイスロットユースギャザーっていうのは雄大が考えたのよ。ひらめきっすね。そう、新しく次セレクトショップ出そうって話を、まあ前僕が店長やってて、ユーダが副店長やってたセレクトショップがあって、まあプラグの前身のお店、うん、その時に、まあじゃあ俺が独立して店出すから名前考えようって話した時に、ユーダが思いついたのがそれで、ちょっとまあ造語っちゃ造語なんですけど、ね、そうすね、今誰ラインになった？テスト中よ今。テスト中よ今。それはあかん。もう減点しといて。はい、じゃあ次の問題いきます。いきますね。プラグのオープン日は、はい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 、みずきくん10月16日。はい、間違いです。質問を最後まで聞いてください。プラグのオープン日は10月16日ですが、何曜日？はい、うわ、はいはいはい、どっちどっちどっち？最初のグー、いいんじゃん、おい、あやくでしょ。はい、ね、金曜日です。ブブブブブブブ、無理やで、普通に。はい、はい、土曜日やろ。はい、大正解。なんで10月16日土曜日でございます。土曜日やろ。違う、ちょっと思いを蘇ってたら、はい、まんまと僕のトラップにはまりましたね。早押しのね、こうなんかミスしやすい、そう、特有だね。くっそ。はい、次3問目。はい、そんなプラグのオープンから3日間、ラップメイドのポップアップをしていましたけども、はい、はい、過去にコラボしたアーティストで一番最年少は誰？いや、どうぞ。3、2、1。あー、すいません。最年少、最年少ラップメイドで今までコラボしたアーティストさんで、最年少日本。あー、わかった。どうぞ。オズワルドくん。ピンポンピンポンピンポン。そこ、まあ、オズワルドくんで24歳ですね。あー、そうやな。この次やったらイエローバックスくん25歳、うん、ということでございます。おー、ラップメイド一応次12月22日に、はい、ウィッグドトスコラボがありますんで、おチェックしといてください。さらっといくね。はい、じゃあ次の質問いきます。やばい今んとこも3問ともアッシーさん。そうやな、なんかわけながらも手つきと、そうですね、まんまとハマったやつと冷静に対応したボスという現状で、まあ俺はおこぼれシュートやけどね。そうですね、ごっつんゴール。じゃあ次4問目いきます。はい、プラグのスタッフで、プラグ取扱いブランドの商品で初めて買ったアイテムは誰の何？はい、ね、みずきくんの、トリプル F ポスタルサービスのパンツ。おお、あの、FF ポスタルサービス。あー、そうやな、今のは確かにそうやわ。厳密にいくと FFF なんですよ。トリプル F ポスタルサービス。これ俺着てるやつ。マジか。やっと水木ちょうど入ってるパンツですね。あ、そうや、これ一番最初。これどうなるの？これ今のはじゃんけん。これと水木が。え、僕でしょ。レンと走った。あ、そうなの。え、でも水木も押してたもんな。じゃあ3人じゃんけん。最初グーじゃんけん、はい。最初グーじゃんけん、はい。グーでしょ。4問終えて、勝者は今ハッシーさんが一番優勢というか、ほぼ勝ち確みたいな感じになってきましたね。はい、じゃあ気を取り直して第5問目いきます。ドミナントの 4A ダウンですが、プラグでの相性は何？はい、水木。4刀流ダウン。大谷。ああ。ハッシーさん。
大谷翔平だよ。いや、ピンポンピンポンピンポン、絶対違いますよ。いや僕大谷翔平超えダウン。そこはもうね、正味みんなもう本来オリジナルは俺が言った大谷翔平超えダウンやねんけど、うん、もう SNS では大谷翔平ダウンでも流行ってしまったから、どっちでもいいから。あれね、カレンダーで言うと、うん、サンデーマンデーやから日曜日が始まりなんやけど、俺ら日本人で言うと月曜日が始まりっていう感覚 ね、週末が日曜日っていう感覚そんな感じです。うん、ってことでもうこれは優勝はハッシーさんみたいなもんなんですけど。いやでもまだ5問です。あ、じゃあ次5問誰かが連続取り続ければ、もうそうやな、じゃあ行こうか。はい、ということで次6問目いきます。はい、ということで今トレンドのメッシュキャップですが、うん、プラグではセレクトブランド、プラグオリジナルを含めて販売しているメッシュキャップは何か。はい、うわ、待って、ギリギリレンや、レンエレファンスとワンディションアウェイス。え、ブブー。はいはい、エレボンとワンディシジョンアウェイ。え、全部メッシュキャップ全部何型。あ、何型。あ、何型、何型あるかした。あ、エレボンの型、一型やろ。ほんで、ワンディシジョンアウェイ、一型、はい、で、プラグ、一型。あ、いや、三型。あ、ビーバー、ビーバー、ビーバー。あれはグッドバッドインフルエンスちゃうんすか。あ、もう完売してるやろ。あ、完売してるか。あ、あってことで、まあここで、まあ、優勝ハッシーさんに決まってしまったんですけども、うん、ほんま情けない2人のために、まあこっからはじゃあもう1ポイントゲットしたら、1問質問答えたら2ポイントで行かせていただきます。まだ勝てるってこと。まだあるよ、まだいける、まだある。そんななんかガチクイズ番組システム導入するんやん。まだだって10問作ったのせっかく俺。まあ確かに、あと4問ってことですよね。はい、じゃあ7問目いきます。2021年 AW 現時点、うん、プラグで、うん、プラグオリジナルブランドとラップメイドを除いて、うん、取り扱いのあるセレクトブランドの数はいくつ。ごめん、聞いてなかった。もう一回いきましょうか。2021年 AW 現時点において、うん、プラグで取り扱いのあるブランドの数はいくつ、オリジナルとラップメイドを除いて。うわー、全く分かんない。ヒントちょうだい。ヒント10より上。あ、分かった。ラップメイドと俺の除いて24。いや違う。え、もうこんなん当てずっぽで行くしかないやろお前ら。20。じゃあより下、18。惜しい。16。あ、違う。17。正解。17つでございます。17つね。まあそこに今ラップメイドとプラグ出したら19個あるということです。ということで、ちなみにブランドに関しては、まあこれから次2020年 SS 2022年の SS からめっちゃ増えていきます。てかまあ AW でもまだ増えますけどね。 AW でもまだ増えるんですけど、現時点では17個の取り扱いがございます。はい、ということで次8問目。8問目とうとうレンが選手した2ポイント、うん、トップとの差は4ポイント。はい、なるほど。まだまだね。ここから練習したりとか。そうです。そうですね。まあ一人脱落ってことで。まあほぼね。いや、でも2、4、6なんで。まだいける。まだいけるっす。はい、じゃあ次8問目いきます。サイコソーダがデザインしたプラグオリジナルアイテムの初リリースは何？うわ。初リリースやろ。初リリースやんな。はい、ブレイントレーナー。ブブー。あれ、ちょっと。プラガイズ。正解。あ、そう。そうなんですよ。プラガイズか。プラガイズなんです。プラガイズここら辺出しといて。ここら辺、ここでも。プラガイズなんですよ。あ、プラガイズなんや。ブレインは実店舗になって初っすね。あ、プラグという携帯になって初めてはプラガイズのティでした。おお、クイズ感あるな。よし。よし。ということで、今現在ハッシーさん6ポイント、水木2ポイント、レン2ポイント。うん、で次9問目。9問目。はい。次9問目いきます。そんなプラグオリジナルをデザインしているサイコソーダですが、うん、サイコソーダという名前の元ネタは何？うわ、ポケットモンスターのドリンク。おっ大正解でございます。ポケットモンスターのドリンクです。はい、ちなみに HP を50回復するらしいです、はい、サイコソーダ。サイコソーダ、はい、もうそれ以外にも、あの、まあ、サイコソーダっていう名前の由来はね、まあこれはまあ、あ、まだ後日、後日なんかのタイミングでお話しします、はい、元ネタはポケモンのドリンク、ドリンクですね、はい、美味しい水とかあるんよ、そうポケモンのゲームの中自販機とかあるんやけど、ね、そこで買えるサイコソーダをベースにしてると、はい、で、ただそのポケモンのサイコソーダは S から始まるんだけど、はいはいはい、こっちのサイコソーダは P から始まるって、はいはい、サイコパスのサイコ、そうですね、はい、というわけでございます。はい、次最後10問目でございますが、どうしますこれ。今のところもう優勝はハッシーさんで決定したんですけど、10ポイント欲しい。最後の最後の1問だけ。問題は10ポイント。
100ポイント頭いかれてるやろじゃあ最後の質問クイズは10ポイントで10ポイントでいかせていただきますね、はい、優勝優勝賞味これが多分一番むずいと思う、もうこれもう早押しなんでも言ったもんですマジで、うん、いきますね、うん、はい、ではプラグがオープンして、うん、今現時点におけるプラグの場所で撮影して公開している YouTube の動画の本数は何本？18違います。何本？プラグここになってからどれだけ撮影してるかって、あ、回数で、アップしてる回数ヒント、まあ、レンの惜しかったですね。18か15違う、より上上、21ブー22違います。20違います。19正解最後のなんかもう、いやお前も押せよめっちゃ、いや言うだけやん、カズ考えてたんですよ、カズ言うだけやん考えても答え出へんねんから、こんな押しまくらない、カズじゃ当たるやろ、この2人カズ打ってなんぼやな、こんな綺麗に19飛ばしやがってくっそー難しかったっすねそれは。はい、ということで結果はもうポイント数忘れましたが1位は我らがボス、ビッグボス、なにわのハッシーがぶっちぎりだった。すげえ、俺もうちょい僕の予想では混戦が予想されたんですよ。これクイズ番組やったらプロデューサー怒ってるよ、もうめっちゃ怒ってるっすね、ぶっちぎりやから、もっとお前らやれと。でもこれがリアルなんですよね、もうあらかじめ質問も何も別に伝えてなかったんで、なんか今日クイズ番組クイズなんかやりますみたいな感じのことだけ聞いて、まあ今午前中なんやけど、なんか急にこれ3つ買ってきました1個でよくないって話しないけど、まあ、ほんなちょっとじゃあやろうかって言って、で俺はこっそり雄大に質問と答えを送っといて大丈夫って言ってんけど送ってきてなくて絶対教えへんっていうのが結果、まあ確かにプラグ愛が一番深かったと言いますか、やっぱり我らがビッグボスが、そうやな、まあ、今回はこのプラグについてのクイズを10問出したんですけど、まあ、これからまあできれば週1回その1週間で起きたファッション情報からこう僕がつまんで凝縮したクイズをやろうかなと、あ、なるほど、それで皆さんにこうなんかある程度何が起きたかクイズ形式で楽しんでいただけたら分かりやすいかなと思うんで、頑張ってやっていこうかなと思ってるだけなんで、まあ、これのこれと、まあ、次回やった時の跳ね具合、そうです跳ね具合っていうかやってみて好評評価次第で続くかどうかって、だから画面の向こう側の皆さんもこう考えながら、あ、この質問何やったっけみたいな、あ、なるほどね、答えていただけたらいいなと思う。ああ、そっかそっか、だって今回に関してはプラグの質問やけども、これからは毎週のファッション情報とかがこういうクイズ形式で出ると、はい、なるほどなるほど、というわけなんで皆さんも楽しんでいただけるかなと思いますんで、はい、また次回の動画も楽しみにしておいてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう